巨人1に広島、29日東京ドーム。巨人は痛恨の敗戦。連勝ならず勝率5割となった。1対1の球界守護神バルドナードが菊池にソロ被弾。当番3試合連続の失点で決勝点を奪われた。打線はつながりを欠いた。8回は同点に追いついたが、あと1本が出ず。安部監督は後期を作るまでの過程に触れ、 バント失敗したり、あれじゃ得点入るわけない、ひどいよね、あれじゃねと振り返った。また、4回1死2塁、8回2し満塁で凡退した岡本はについて言及。この日は2塁打を1本放ったが、試合前時点で6月打率208、得点圏打率234など苦しむ手法に、あとはカズマかな。本人もどうしていいかわからないんだろうけど。 あそこで切れてしまうのが多々あるんでちょっと考えようかなと思いますと、打順変更の可能性も示唆した。